皆さん、タコムスケア TV の時間がやってきました。今週はコモディティインテリジェンスの近藤正代さんに解説をしていただきます。はい、よろしくお願いしま す。今日はメガネがありません。どっか行っちゃった。またなくしたんですか？どこに置いてきたんですか？買ってきますから。はい、すいません。はい、もう全く覚えがないんですね。はい、覚えがない。どこ行ったか。しかしこの連休、はい、マスクしてくるとね、そうそうそう、うん。電車の中でマスクしてると、うん、マスクはいいんだ。くしゃみしてるとね、うん、みんなそば離れていくね。あ、そっちの話？そっちの話。コロナの話。マーケットって話今したじゃないですか。マーケットの話は暴落ですね。日本の株価。まあ、アメリカの株価から、連休中に下がりまして、はい、それからそのおかげで金が暴騰してますね。26ドルも 1.5% ぐらい上がってますね、はい、すごい。やっぱり何かあった時は、まあ、ね、リスク商品下がりますけど、金がその分輝いてくるっていう。そうですね、はい、原因はそんなに下がってませんけどね。はい、ということで今日も第1部で商品全般についてのお話、はい、そして金原油と3部構成でお送りしてまいります。よろしくお願いします。はい、はい、それでは今日は、ね、今日は MACD を使って、はい、価格を見ていきましょう。東京の価格ばっかりですけれども、はい、MACD って何ですか？はい、これは移動平均に近いものでございまして、うん、まあ、平滑移動平均というやつなんですが、うん、まあ、作り方等は、はい、知る必要はございませんので、はい、興味があればネットで調べてください。これで見るとどういう、はい、ここにあの3つありまして、はい、赤い線と青い線とこの縦棒の、うん、あれ3つありますね、はい、シグナル線と MACD 線とヒストグラムという名前がついてます。この棒がヒストグラムでございまして、はい、ヒストグラムが0から上に切ったところ、上に上がったところで、かつ、そのところは大体あの赤い線と青い線がクロスしたところでございまして、うん、下の方から上に抜いたところが買いのシグナル、はい、から上から下が逆に売りのシグナルになってますと、うん、はい、これで見たら青い線のところが売りのシグナルってことですね。そうですね、最終的には今金が5592円の2月18日の値段から、はい、売りじゃなくて買いのシグナルが出てますから、はい、今は現状でも買いが続いてますということで、実際そうなってますから当たってますよね、はい、ですから2月18日に、うん、まあ、その後に買ったらよ儲かってましたねということですね。はい、はい、プラチナについても買いのシグナルが出てまして、はい、3572円の2月7日の価格から買いのシグナルになってますと、うん、今日も上がってますと、はい、それから東京パラジウムも同じですね。2月18日8300円高いですね。こういったところから、うん、買いのシグナル現在はなってます、はい、まあ、比較的売り買いが激しいですね、このグラフを見ますと、うん、それから、はい、原油でございますね。原油もこれもやっぱり買いのシグナルが出てまして、うん、3万7000円から買いのシグナル、みんな買いのシグナルですね、はい、それから、ゴムもそうですね。これも行ったり来たりですから、こいつは一番なんていうか、まあMACD ですから、まあ移動平均に近いわけですから、うん、たくさん出てるのはそのせいではないんですけれども、いずれにしても現在は172円から買いのシグナルになってますと。うん、からトウモロコシもこれも買いのシグナルで2万3000円。まあ商品全般に現在は買いだってことですかね。うん、株価が下げだから商品は買いだと、はい、いうことでございます。さ、それではファンドの縦玉で見ていきたいと思います。はい、金の縦玉のネット改ざんが過去最大になりました。はい、これは当然もちろん過去形では良いことなんですが、はい、ちょっと危ないよという信号でもあるんですね。うん、最大ってのはやっぱり、うん、長続き、まあこれは難しいんですけど、もっとどんどん上がっていくこともありますし、うん、ただ反発して買い閉じる人たちが、このファンドの人たちが、はい、どっかで急に下げることがありますね。うん、そのパワーが溜まってる感じですよね。そういうことですね。はい。うん、どう言えばいいんですかね。いずれにしても過去最大という一つの信号になってます。はい、プラチナは過去最大だったやつが今、それから下がってきてまして、横ばいになってますね。はい。から、よいしょ。原油、これは、どんどん、なんていうか、買いが減ってまして、売りが増えてまして、うん、過去5年平均よりも改ざんはマイナスになってます、はい、ということですね。トウモロコシ、これも同じようにマイナスになってますということですね。から、大豆についても同じですね。シカゴ大豆も売られてますということですね。はい、ドルインデックスはこれは買われてまして、はい、急激に買われてますけれども、
ドルは、まあ、今年は強いんですけれども、このせいでもあるんですがね。ただもう一方的に強い2016年だったのよりほどではないですね、うん、はい、はい、では最後に今週の予定を見ておきます。特にないんですよね。特にここに赤いのがないもんでですね、うん、まあ3月の次の週には雇用統計がありますけれども今週は、うん、特に、なんていうか一般的なものばっかりですね、発表ばっかりです。イベント的には特にこれっていうのはないですけれども、ただ本当に今、はい、値動き見ていないといけない状況ですからね。そうですね、パンデミックになるかどうかってことを、はい、まあ国際的にはまたなってないと言われてますけど本当かどうかですね、はいはい、でもこの 1,2 週間が封じ込めるかどうかの鍵だって言われてますからね。はい、全国でね、イタリアとか、うん、もちろん韓国もそう日本より多いですし、はいはい、やっぱり中国人が行ったせいですかね、よくわからんですけどね、うん、旅行者が多かったのかもしれませんね、うん、はい、はい、では、今日なんですけれども、この後第2部で金について、はいはい、これに一つ、金の方はもう一つ昨日の話を付け加えました、うん、このゴールドマンサックスの話は当たってるんですが、はい、ちょっと古いんでですね、はい、その昨日の実際に起こったことを書いてあります、うん、はい、そして今日はねプラチナについてもね、あ、そうですね、金のところでプラチナ久しぶりに需給を書きます、はいはい、そして第3部では原油について解説をしていただきま す、ね、はい、よろしくお願いします、はい、では第1部はここまでです。一旦失礼します。はい、ありがとうございました。